どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強タンクランキング行ってみたいと思います。ストーリー攻略ではタンクってほぼ使わないですよね。ほぼいらない。でも鬼と戦う時には絶対に必要になるのですごく重要です。それではトップ5やっていきましょう。このランキングには個人的な意見が入ってます。ご了承ください。それでは最強タンクランキングトップ5やっていきましょう。第5位から。第5位はこれですね。ムリダ城です。ムリダ城 A ランクですけども第5位に入ってると思います。まずいいところはスキルだね。前衛に出るときにガード、自分が、任意にガードをすることができるのですごく使い勝手がいいです。そして必殺技だね。必殺技いいです。超アップさせて、あ、守りをね、守りを超アップさせて敵の攻撃を自分一人に集めるっていう必殺技、これはタンクにはめちゃくちゃ嬉しい、すごく強いやつですね。で、白壁、これもねほぼ一緒なんだけども、あっちの方は必殺技が攻撃になるのであんまりよろしくないかなと思います。第5位はムリダ城です。それでは第4位いってみましょう。4位のキャラクターはこれです。ロボニャンですね。能力値としてはムリダ城と同じく A ランク、そこまで変わりはありません。スキルも同じで必殺技も一緒。何が違うかっていうと取り付きだね。ロボニャンの取り付きは守りをアップさせる取り付きなので、これはタンクにとってはなかなか嬉しい。まあ取り付きはそんなことすることもないんだけどね。うん、取り付きをせずにガードだけしてもらえればそれでいいんだけども、まあ一応能力値的にロボニャンの方が若干上かなということで第4位です。ロボニャン。さあそれでは第3位いってみましょう。第3位はこのキャラクターです。ゴルニャンだね。ゴルニャンはロボニャンの上位互換と思われがちなんだけども全然違います。見た目が似てるだけですね。スキルも違う。ゴルニャンのスキルは雷と水のダメージを軽減するというやつですね。青鬼でめちゃくちゃ使えます。で、そして必殺技、必殺技はこいつは全キャラの全ステータスアップとなってます。まあ、必殺技だけを見ると、タンクとしてはロボニャンの方が上なんだけども、まあ、S ランクでステータスも高い。そして取り付きで、守りが大アップするっていうのがついてるので、まあ、若干ゴルニャンの方が、使いやすいかなということで第3位にしてます。第3位はゴルニャンです。さあそれでは第2位いってみましょう。第2位のキャラクターはこちらです。トゲニャンですね。トゲニャン B ランクだけどもトップ2に入ってると思います。トゲニャンの強さ、それはスキル、トゲガードだね。ガード中に攻撃をしてきた敵にダメージを弾き返すっていうやつですね。まあもちろん自分はダメージを受けてしまうんだけども、それ以上にダメージを跳ね返すのですごく使えます。ただ他のものは使えないです。攻撃力も低い、揚力も低い。で、必殺技も、攻撃系と、タンクとしては本当にただガードするだけのキャラクターとして使っていくといいと思います。装備はもちろんガードの秘石、それに決まりだね。
ということで、第2位はトゲニャンです。ここで番外編です。桜の島、そして富士の山、黒金千本とかその辺ですね、強いんですよ。ランキングには入れてないんですけども強い。特に対戦で強いんですよ。スマホ版ではちょっと対戦が実装されてませんけども、もしも対戦が来た時、桜の島入ると思います。こいつのスキルがとにかく強い。土俵際 HP がどんな攻撃を受けても1残るんですよ。これがねかなり脅威。もう妖怪ウォッチ2や3では本当にねこれ入れてる人多かったですよね。まあ1の方でも入れてる人多いと思います。スイッチ版ですね。はい、それでは最強タンク第1位いきましょう。1位はもうみんな分かってますよね。あいつですよ。こちら、プラチナ核です。これはね間違いない、ダントツの1位と言っても過言ではないと思います。まず強いのがスキル、プラチナガード、水と氷と風、この3種類のダメージを軽減することができます。めちゃくちゃ強いよね。まさにタンクで、もちろんステータスが高いので攻撃してもそこそこのダメージは取れます。で、取り付きがまたいい。全ステータスアップさせます。まあ取り付くことはまあタンクにおいてはほぼないと思うんだけどね。ずっとガードしてくれればそれでいいんだけども。はい。で、必殺技、必殺技はもちろん自分の防御力を超アップさせて全員の攻撃を自分が受けるっていう、まさにタンクらしい技になってます。これ1位はね間違いないと思うんだけど、どうでしょうか。第1位プラチナ核です。はい、ということで今日は最強タンクランキングやってみました。ストーリーではまあ使うことはあまりないかもしれないんですけども、クリア後鬼と戦う時には絶対に入れてた方がいい。いや、むしろ入れないと勝てないので、タンク育てていってみてください。ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。